はい、どうも皆さんこんにちは。リリースタイルのリリーでございます。今日も COD モバイルをやっていきたいなというふうに思っているんですけども、今日やっていきたいのはこちら、ストアにまた新しいクレートですね。 M16 バレンタイン武器クレートということでやってまいりました。この M16 っていうのは今までね、エピック武器っていうのがなかったっていうのと、あとね、なんて言うんでしょう、これまでの能力ってリスの後ダッシュ速くなるみたいな感じだったんですけど、武器の射程を増やすっていうね、新しい能力がついています。で、今までの M16 の武器っていうのが、ちょっとお待ちくださいね。あれないな。 M16 イビルピエロ、これですね。リスポーン後に短時間移動速度が上昇ということで、 M16 の浮世絵にも関してもリスポーン後の速度上昇ですよね。に対してこの M16 っていうのが、射程距離が増えてるっていうことで、まあどれぐらい射程距離増えるのかっていうのがちょっとまだわからないんですけど、非常に楽しみな能力なのかなというところでございます。で、まあ走りがね、若干機動性って遅かったと思うんですよね。なんか同じなんですけどね、60なんで同じではあるんですけど、なんか遅かったような気がするんですけど、まあその能力とこの射程距離が増えるっていうところ、あとね、このマルディグラのフラグ、フラッシュパン、スモークグレネードっていうのがこのガチャの一つの、もう一つの魅力かと思うんですよ。僕ね、結構 PDW のね、このマルディグラとかかっこいいなとは思ってたんですよね。なんですけど、このフラグとかもついてくるということで、取得可能になってくるということで、非常に楽しみなクレートになっています。で、ただね、この 720CP っていうね、まあ、0.8% の確率、オッズの、このクレートですよ。なかなか出ないね、印象があるんですよ、僕の中では。なので、今回もね、かなり苦戦するんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、早速やっていきましょうということで、最初6500ぐらいあるので、そこから、どれぐらい使うのかっていうところですよね。はい。まあ、全く出ないですね、何も。はい、2回目やっていきましょう。何も出ない。やば。何も出ない。はい、3回目。フラッシュバングレネード出ましたね。4回目かな。はい、フラッシュバング。さっき出た。さっき出たわ。はい、もうバンバンやっていきましょう、とりあえず。フラッシュバン好きやな。スモークかフラグでよくない。そこは。やっぱり渋いっすね。この 720CP っていうのは、スモーク出ましたね。よかった。あとはフラグが出てくれればということでなんですけども。なかなか出ない。はい。マジで、もう、ちょっと全然出ないっすね。やば。フラグ出た。よかった。フラグ出ましたね。ありがとう。やっぱ渋いな、本当に。はい、ということで、ちょっと課金しました。足りなくなっちゃったんで、6000全部なくなっちゃったんで、はい、1900CP をまた新たに、追加してやっていきたいと思いますね。はい、続きやっていきましょう。どれぐらい使うの、もうほんまに渋いっすね。きついわ。はい、フラッシュバーンいらない。もうあとはもうバレンタインだけでいいんですよね。何これ、電波悪っ。ちょっとお待ちくださいね。はい、オッケー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 。いやー、渋いな。もうそろそろ出てほしい。もうそろそろ出てほしい。ほんまにお願いします。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 きついなー。嘘やろ？きついきつい。だいぶ使ってますね。6000プラス5000ぐらいいってるから、12000ぐらいいってるんかな。あー、よかった。出た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 。ありがとう。 M16 バレンタイン、ありがとうありがとう。ハートがすごい装飾でつけられているような感じですね。アイアンサイトがどんなところなのかっていうのは楽しみなところ。はい、とりあえずスクショしておきたいなと思いますけども、はい、M16、こんな感じか。
はい、ということで、ここからはね、また検証で見ていきたいと思います。とりあえず一旦引けてよかったかなというところなんですけども、5000、5000、2000、1万2000ぐらいを使ってるかなって感じですかね。はい、ということで、早速 M16 バレンタインにですね、レベルをマックスまで上げつつ、アタッチメントをとりあえずクイックドロー、フォアグリップ、拡張マガジンというね、困った時の3種の神器をつけていきつつ、フラグマルディグラとスモークのマルディグラ、この2つを、手に入して、フリーフォーウォールニュークタウンに向かっていきたいと思います。どんな感触なのかとかね、実感使用感を見ていければなと思うんですけど、この M16 っていうのがアサルトのね唯一の3点バースト銃になっていて、まあ胸上ですよね。胸上で狙うと3発で死亡するのかな、26メートルまで確か。なので非常にね強いことは強いと思うんですよ。ただ3点バーストが扱いにくいっていう理由で、そこまでランクマのマスター隊以上ではそこまで多く使われてないかなっていう印象なんですけども、まあちょっとね今使うとどうなのかっていうところですよね。かつね、まあ通常の武器で26メートルまで3発キル、胸上だったらできてたんで、射程距離が伸びるっていうのはどれぐらいまでできるのかなっていう感じですかね。そのあたりアイアンサイトが使いにくかったりとかっていう声があって、ドットサイトを使ってる人が多かったと思うんですけど、そのアイアンサイトの覗きやすさもどんな感じなのかっていうのも踏まえながらね、見ていきたいと思います。こんな感じ、ハートをあしらった感じのサイトで、S36 のような感じですかね。フォボスもこんな感じでしたよね確か。こんな感じだったから、まあそれに似たようなね可愛らしい感じの、サイトになってますね。いたはい、じゃあここからはちょっと使っていきましょうかね。一旦あの赤い人めちゃくちゃ狙ってきてくれるめちゃくちゃ狙ってんな、この人。何これ、めちゃくちゃロケラン使うやん。いたあー違うゲーム開いた違うゲーム開いたよ。危ねえもうサイバーハンター行っちゃったから。なんでこの人、この人何、この人やばくない、なんでな。やっぱり頭に当てるのがいいっすね。ちょっと向こう行きましょうか。強いこのなんかパパバーンで死んじゃうから。いったロケランばっか使ってた人やんこれ。あと1キルですね。はい、ということでちょっと別ゲーに行ってしまったりとかも、ちょっとハプニングはありつつも、使用感ってこんな感じっていうのをねお見せできたんじゃないかなと思います。アイアンサイトは比較的見やすいような感じでも、デッドットサイトの方がいいの、やりやすいのかな。どうなんだろう、どうなんですかね。アイアンサイトが確か 0.23 秒とかでアイアン覗けて、ドットサイトとかつけると 0.26 秒って 0.03 秒ぐらいの遅延があると、いうことを言ってたので、まあアイアンで見れるんやったらそっちの方が早いかなって思いますけども、ドットがいい方はドットをつけた方がいいのかなという感じですかね。
まあ、とりあえずね、まだ、一戦使ってみたっていう感じで、やってきたわけなんですけども、とりあえずね、射程距離がどれぐらい伸びたのかとかも、またちょっと検証できればなとは思ってますので、引き続きよろしくお願いします。はい、リリースタイルのこのチャンネルではですね、COD モバイルに関する様々な検証であったりだとか、まあ、検証だったりとか、そうですね、ライブ配信とかもやっていますので、ぜひね、こういうこと気になるとか、まあ何でも結構ですので、コメントだったりとかツイッターの方もやってますので、そちらの方にいただけるとありがたいです。はい、本日はこの辺でご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。皆さんこんにちは。グッドボタンよろしくね。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ皆様。